なますって。いやー、やってまいりました、本日も。どうも、ユキオブインディアです。カレーやるよ。また、これこの前、またアイハーブで買ってたフィッシュカレーの方、もうちょ、じゃない、今日ちょっとやって、また味見してみようかなと思うんで、ちょっとやってみよう。まあ、これも前回の、バターチキンカレー作ったのと同じように、全く裏のレシピ通り、そのまま再現する。何も加えず、これ以外は加えずに、ナチュラルにレシピのその通り作ってみてどんな味かなっていうのを試します。そして味付けがここがミディアムって書いてあるね。前回マイルドでまあまあ辛かったから、星2つ、星じゃない、唐辛子2つになってミディアムになったからもうちょっと辛いのかなと思ってちょっと不安。まあでも大丈夫と思うね。よし、じゃあやっていきましょう。ナマスって。よっしゃ、作っていこう。まあね、もう本当に超簡単だから、カレーペーストと、魚と水をぶち込んで煮れば OK ってやつです。よし、行こう。とりあえずカレーペースト。カレーペーストこれになっちゃった。カレーペースト入れましょう。カレーペースト入れて、よいしょ。全部入れます。おぉ。あ、香りがやっぱでも、なんかこの前のバターチキンやっぱ違うわ。この時点でもうすでに。こっちの方が、なんだろうなぁ。はい、そしてお水を160入れましょう。よいしょ、入れて、はい、もうお魚ちゃん、今日はね、タラでございますね。北海道産のマダラとアメリカ産の銀ダラのミックス。いや、あれ、本当、これ、本当にこれでいいのかな。これ、やっちゃうよ、いいよね、別にね。よいしょ、行こう、よいしょ、どうか。この大量の魚は一応レシピ通りに1ポンドって書いてあったから1ポンドです、まあ、大体 450g を入れて、もうこの状態で煮込んでいくっていうことだね。今ね、10分ぐらいやって、煮詰めたので、よいしょ、あー、いい、おーい、香りがすごいいい感じ。よし、でここにポンッと、はい、ココナッツファインだね、もう少し加えて、大さじ2か加えて、もう少しだけ煮込もう。おーい、4、5分煮込んだんで、これでもう完成でございます。ピッピッと、よっしゃ、ココナッツ、ココナッツファイン入れたから少しココナッツ香りがする。いい感じ、これ。あ、いいね、いいね。非常にいい。では、盛り付けましょう。よいしょ。おーい。おぶれ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 。おー。これ一応4人前なんだよね。前も4人前だったけど。どのくらいなのかな、あんまり。よいしょ。このくらいかな。おっしゃー、うまそうだ。これはうまそうだな。よし、オッケー。さあ、で本日のお米はこちらでございます。シャン割りね。はい、完成、食べよう。飲ますって。よし、できた。食べよう、もう早速食べるよ。うわ、うまそう。いただきます。お、うん、あ、これはスパイシー。結構くるね。あ、でも美味しい。あ、魚のやっぱ旨味がしっかり出て、で結構スパイスもより強いかもしれない。バターチキンより、なんだろう、あ、魚だからかな。ちょ、魚も一緒に食べてみよう。おいしい。あ、結構スパイス強め。うん、チリも多少入ってて辛さもあるけど、他のスパイスもなんか全体的にくるね、がっつり。うん、コリアンダー、クミン、ガランマサラ。よくわかんないけど、その辺がいっぱい来てる。さまざまなスパイスがね、かなり同時に押し寄せる。うわっ、美味しい。うん、
あ、やっぱこのシリーズすごい美味しいね。めっちゃお手軽だけど、これは人気出るわね、本当に。そう、昼からも酒飲むわね。うん、あ、美味しいね、非常に美味しい。このシリーズ他にもいろいろ味あるから試してみたいね。うん、非常にいいと思います。で、これもやっぱり前やったように他に、まあ、野菜とか玉ねぎとか加えてやっても美味しいかな。今度なんかそういうバージョンも作ってみたいね、アレンジバージョンみたいなやつ。うん、よし、じゃあこんな感じでございますかね、今回は。それではごちそうさまでした。あ、ナマスまあいっか、とりあえず。では、本日もご視聴ありがとうございました。フィッシュカレー、こちらだね。よいしょ、このキッチンズオブインディアさんのフィッシュカレー食べました。またこれも他の味も試してみたいね、機会があったら。よし、ってことでございました。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。では、さよなら。バイバイバイ。